どうも、武蔵先生でございます。久々の顔出しの動画でございます。最近パチ動画ばっかり出しておりまして、パチチャンネルみたいな感じになってしまっておりますけれども、実は違いますからね。アロマとか、まあ、美容関係のね、一応チャンネルとなっております。今回ですね、あるものをネットで購入しました。ちなみにヤフーショッピングでございます。はい、ではね、紹介したいと思います。こちらでございます。ということで見てください。こちらですね、美容液でございます。美容液買ってしまいました。なんだっけね、これセレボーンだったかな、シュリボーンでございました。シュリボーンの美容液でございます。ヒト幹細胞っていうのがですね、このお肌にとてもいいらしいんですよ。これね、6800円ぐらいするのかな、これね。それをですね、なんとダーンということで2本購入してしまいました。おそらくね、あっという間に使い切ってしまうだろうということで2本購入しました。シェリボーンでございますね。今までですね、私このね、美容液使ったことないんですよ。化粧水やって、乳液やって、美容液やって、ではこう、なんていうんですかね、あのこのようなこうアイクリーム的なものですか、そんな感じでね、結構ね、あれこれ塗りたくらないといけないみたいなんですよ。初めてこのね、美容液というのをこう使ってみようかなということで、このね、目の下のところですね、もうね、武蔵先生ね、まさかね、ここまで衰えてしまうとは思わなかったんですけれどもですね、10歳は言い過ぎかな、5歳ぐらいちょっとね、やっぱり老けて見えてしまうという、周りの人から見る武蔵先生はですね、実年齢に対してね、めちゃくちゃ見た目が若いというふうに言われてるんですけども、ね、自分ではもう全然やばいわっていうね、どうしてもこのね、目の下のこのたるみですね、これがもうね、自分で気になっちゃってね、マスク生活がね、日常的になったんで、あんまりこうね、マスクしてない時はね、目立たないんですけれどもね、やはりこのマスクオフした時ですよね。この時にね、やっぱこの目の下っていうのがね、やっぱこう自分で見るとね、辛くてしょうがないんですよ。ですのでね、ちょっとこれをね、買ってみました。これ高いよね、こういうのってね。開けました。この蓋がこうね、折れ曲がっちゃう。ゲーム芸人藤田さんね、最近見てないけどね、元ファミコン芸人藤田さんですけどね、こうやってね、折れ曲がっちゃうのはね、やっぱちょっとね、ダメなんですよね。はい、ということで取り出しましょう。でん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 、テレリーン。遮光瓶ですかね、これね。使い方はですね、適量手のひらにとって、お顔全体になじませてくださいということですね。この適量っていうのが武蔵先生ね、あんまりよくわかってないんですよ。さあ、こういうね、ほら、スポイトみたいです。30ミリですね、ちなみに容量はですね。手のひらにまず取るらしいですね。はい。では、手のひらに、ポトッ、ポトッ、しっとりしてますね。これぐらいでいいのかな？これぐらいでね。香りは全然しませんね。うん。なんか、結構ね、ベタっとしてるかと思いましたけど、さらっとしております。さあ、特にね、まあ、顔全体、結構伸びはいいですね。あとね、やっぱおでこがね、なんでしょう。武蔵先生、混合肌。なのでなんかかさついてるんだけど、かさついた感じの上にこうベタつきがあるみたいなね、こうテカリって言うんですかね、そんな感じのね、混合肌なんですけれども、あー結構いいですね。もうちょっとね、もうちょっと使おうかな。さあ、いやー、ちょっとね、本当ね、武蔵先生がね、こういうものをね、使う日がね、やってきてしまうなんてね、夢にも思わなかったんですけれども、年齢にはかなわないね、本当に。もう疲れやすくて、昨日もですね、ちょっと24時間お仕事だったんですけれどもね、夜ほぼ一睡もできないぐらいですね、とある事件がありまして、ただまあ一緒にね、勤務お仕事してた方々もね、みんなに寝れなかったというね、一睡もできなかったというね、かなり大きなアクシデントがありまして、あれだっけ、こう目ってこういう風になんか
やるんでしたっけ。ここ半年ぐらいねアロマの勉強サボっちゃって、勉強し直しをね始めたところなんですけれどもね、お休みの期間をいただいておりましたけれど、その間にねちょっとねああいうあのパチンコとかパチスロとかのね動画なんかをね上げておりまして、中途半端な隙間時間がね結構あったりしてね、そのせいでですね9月の収支ですねマイナス31万円まで膨らんでしまいまして、武蔵先生のね個人の貯蓄ですね、それがほぼね月かけてしまいまして、ここまでマイナスになっちゃってね、本当なんでしょう、こう血の気が引いてきますよ。でさらに老けてしまうということでですね、もっとなんかもうベタベタになるぐらいに、嫉妬症になるぐらいに使うのか分かんないんですけれども、ディープエッセンス、人幹細胞っていうのがいいらしいんですよね。進化系エイジングケアって書いてありますね。年齢に応じたお肌のケアということで、まあ、武蔵先生もねいよいよ美容液デビューでございます。もう普段はね化粧水とあとこういうねクリーム、あとパックとかね、ぐらいだったんですけれどもね、それにこのね美容液が仲間入りいたしました。とりあえず使ってお肌にどのような変化が現れるかというのをね見ていきたいと思います。それではですね、またね痩せてしまったんですよね。太らない、どんどん痩せてってしまう、病気なんじゃないかっていうぐらいね痩せてしまいました。おい、ちょっとですね照明がね起こってしまいましたけれども、ということでいかがだったでしょうか、武蔵先生若返り計画。最近かなりまたね疲れておりますけれどもね、ちゃんとしたアロマの動画もね出したいと思いますので、ご視聴よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。